どうもこんにちは、ミカスです。Google マップね、自分はいろいろこう撮影とかする、まあ、場所とかね、いいとこないかなと探すのに Google マップ、まあ、ストリートビューよく使うんですよ。でね、今日がね7月21日なんですけど、実は昨日7月20日の、まあ、夜、昨日の夜からストリートビューで国際宇宙ステーションの中が見れるようになったんですよ。宇宙ステーションの中ってどうなってんのかなって、宇宙ってね、ただ空気がないとか重力がないとかっていうだけじゃなくて、ものすごい放射線とかね、なんかその宇宙線って言われるものが出てるわけですよ。まあ大変なとこなわけですよ。どうなってんのかなってすごい気になってて、なんかテレビとかでその宇宙飛行士がね、なんか今宇宙ステーションにいますみたいな見たことあるんですけど、実際そのじゃあ宇宙ステーションがどんなものかって分かんないじゃないですか。でさすが Google 先生ですね、ストリートビューに宇宙ステーション乗っけちゃったっていうね、まあ、これ日本のね、宇宙ステーション希望っていうやつなんですかね、なんですけど、なんかもうね、こうエアロックなんだな。ここから先はもう別のところなんですけどね、こうすごいすごい装置に囲まれてるわけですよ。でね、こう面白いのがこう空中にいろんなところにね、ノートパソコンが、ね、いろんな角度でついてるんですよね。で見てください、この配線すげえことになってる。これね、やっぱりこうね、ノートパソコンがこういろんなところにね、こう壁についてるんですけど、あー宇宙なんだなと思ったのは、これね、天井というか床というか、そういう概念がなんか基本ないんですよね。一応機材的にね、パソコンには上下があるんで、こういう風にこっち上なのかなね、そんな感じはするんですけど、床がないんですよ。床が歩かないんで、あ、なるほどと。もう基本的にこの装置類があるとこ以外は全部なんかこうそのね、保護されるような材質でこう覆われてるようなね、そんな感じですね。これすごいっすよね。もうね、装置がいろいろありすぎて、なんだかよくわからない。こうカメラありますね。はあ、バスケットボールみたいのもありますけども、これね、なんかこうこの中移動してて、こういう線とかに足引っかかっちゃったらどうなるんですかね。いやすげえな、これだから Google は宇宙にね、このストリートビュー用のカメラを上げて撮ってもらって、で何かしらまた地球に戻したっていうことですよね。すげえな。ということで、ストリートビュー、まあ世界中いろんなとこね、海底とかも見れるんですけど、宇宙ステーションに関しては全部見れるみたいです。今日本見てたんですけど、いろんな国の宇宙ステーションが全部見れるようになってます。これなんか人映ってんの？おお、人じゃねえのか。おお、宇宙服。いやすごいな。もうみんなね、いろんな装置だらけでね、わけわかんない状態ですね。いやなんか怖い。結局ね、宇宙ステーションなんで、家の外には、ステーションの外に出たらもう宇宙なわけですよ。空気もない、水もない、というかこの中で生活するんでしょうけど、で無重力だからどうなんだろうな。いやすげえ、いやすげえ。こうね、無重力だから足の筋肉とかね衰えちゃうんで、体幹とかね鍛える、なんかこうトレーニングのねがあったりするんでしょうね。どこにあるかわかんないんですけど、まあということでですね、ストリートビューで宇宙ステーション見れるようになってますんで、宇宙ステーションどんなになってるのか見てよっていう方はね、ストリートビューで検索してみてはいかがでしょうか。ということで今日はストリートビュー動画でした。以上です。じゃあいね。
さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。じゃあね。